ドレスデン美術館は、ドイツのドレスデンにある美術館である。ドイツ5名のスタートリッシュカザモラ・ンドレスデンは、国立アートコレクションの意で、ラファエット・ジョルジョーネをはじめとするヨーロッパの古典絵画を展示する古典絵画館と、19世紀から20世紀の絵画を集めた近代絵画館のほか、陶磁器コレクション、古代彫刻コレクション、緑の丸天井など、ドレスデン市内にある、 計12の博物館を含んでいる。日本語ではドレスデン国立美術館、ドレスデン絵画館などと訳される場合もある。香港では日本における特別展の名称などにしばしば使われるドレスデン美術館という名称を使用することとする。ザクセン王国のことドレスデンは第二次大戦で町の大部分が破壊されたがツビンガー宮殿をはじめとする壮麗なバロック建築は 見事に復元、修復され、バロックの都の面影を伝えている。ドレスデン美術館の基礎となるコレクションは、16世紀のザクセン選定校の時代から始まっているが、コレクションが強化されたのは18世紀のフリードリヒ・アウグスト一世の時代である。アウグスト教が1711年から1728年にかけて十数年をかけて建立したツビンガー宮殿は、 ドイツの後期バロック建築の代表作として知られる。同宮殿は第二次世界大戦で破壊されたが、1960年までに復興され、王子と変わらぬ姿を留めている。ツビンガー宮殿には1855年に公開された古典絵画館があり、ラファエルドのシスティーナの聖母をはじめとするルネサンスやバロックの名画が展示されている。 世界に30数点しか残っていないフェルメールの作品が2点所蔵されていることも特筆される。ツビンガー宮殿には他にドイツの前戦当時や日本のイマリア機を収集した当時期コレクションもある。一方、19世紀から20世紀のドイツ絵画、フランス印象派絵画などを集めた近代絵画館はツビンガー宮殿の東方に位置するアルベルティヌムにある。 アルベルティヌムはもともと武器庫として16世紀に建てられたものである。なお、アルベルティヌムにあったザクセ船王家の宝飾品コレクション、緑の丸天井は2004年から市内のレジデンツ、城に移転している。ありがとうございます。